アルバート・ルイス・オースは、アメリカ合衆国、インディアナ州、ティプトン出身のプロ野球選手。カーブを一切投げなかったことから、カーブレスワンダーと呼ばれた。インディアナ州ティプトンに生まれた。デポー大学卒業後、フィラデルフィア・フィリーズに入団した。ルーキーイヤーの1895年は8勝1敗、防御率3.89とし、以後主力投手に定着。 1899年には14勝3敗で非公式ながらリーグ最高勝率に輝いている。その後、1902年にワシントンセネターズに移籍し、1904年シーズン終了後にはニューヨークハイランダーズに移籍。ハイランダーズでジャックチェスブロにスピットボールを教わってからオースは大きく成績を伸ばし、1906年には27勝17敗。 防御率3.95でナショナルリーグの最多勝投手となった。しかし、翌1907年は14勝したものの、リーグ最多敗戦となる21敗を期してしまい、その後は膝の故障等での痛みで登板機会が減り、1909年に現役を引退した。引退後はメジャーリーグやマイナーリーグ、大学で監督やコーチを務め、また、 ナショナルリーグの審判も務めた。1948年、バージニア州リースバーグで死去。請求力に優れ、ほとんどのシーズンでよし休日は1点台で推移しており、2回リーグトップの数字を記録している。休息を自在に変えられるいわゆるチェンジオブペースの投手でカーブを一切投げなかったと言われているが、通算204勝を挙げている。 投手ではあったが打撃が非常によく、しばしば打撃3割を記録し、投手として歴代7位の359安打を記録している。その打力を買われて78回代打に出たことがあり、他にも外野手として55試合、遊撃手として8試合に出場している。ありがとうございます。